西社長と丸田警備チャンネルのナビッキーです。 J リーグですね、第24節、終わりまして、京都3階ホームゲーム、3月30日バイ京サラでありました。今回のお相手ですけど FC 町田ゼルビアですね。あのそこのチームもねすごいねポテンシャル高いチームなのでね、サンガどうなんでしょうかね。今首位を走っているサンガ、このね3週間の間、オリンピック期間でちょっとね、J リーグの試合開催止まったんですけど、その間ね暑い最中ね、サンガイレブンたちはねすごいねあのもうトップ練習に励んでいたとね、まあ、公式の、サンガからの発表があってね楽しみにしておりますが、ねその間にですねあのこちらですね、ロードトゥ J リーグ1、サンガの、ね、こういう冊子今回、発売してナビッキーちゃんと買っております。さて、今回ですけどね第24節、まずいつもの通り、スタメンの方からご紹介いたします。J2 リーグ第24節京都サンガ対、FC 町田ゼルビアですね、まだまずは町田からのスタメンで、元サンガの選手は、4番ディフェンス水本博樹ですね。こちら北京オリンピックだったかな、どっかのオリンピックの時のね、キャプテンですね。水本博樹すごいねあのいいディフェンスやったんですけどね、サンガ離れてからね、サンフレッチェ広島とかでいてたんかな。それと、サブに入っている、ディフェンス23番、坂井選手ですね、こちらも元サンガの選手ですね。坂井選手もねすごいサンガでは活躍してたんですけどね、今町田にいるんですね。それでは、我が、京都サンガのスタメンです。ゴールキーパーから、若原、それと荻原、浅田、夜デバイス、飯田、それと、ボランチの方は川崎、トップ下の方は武田、福岡、それと松田天馬、中川、そして、センターにピーター・ウタカですね。それとサブの方です、ゴールキーパーの方は清水、それと本田、白井で、荒木、中野、三沢、そしてスマイラー入ってきましたね。前回ですね、サブに入ってたんですけどね、出場の方はなかったので、今回第24節ですね、スマイラ、出場ね、途中出場するんでしょうかね。楽しみですね。ちょっと気になることがね、この中に一応宮吉はね、いないんですけど、ね、トップチームで、コロナの陰性患者一人ね、出てたとかなんかね、一週間前ぐらいやったかな、なんかサンガの方ね、やったんですけど、トップ、もしかしたら、宮が、かなっていうね、憶測で喋ってますけどね、まあ、誰がなったんかは知らないですけど、とりあえずね、まあ、お大事にしかね、ちょっと言えませんけどね、それでは、第24節、京都サンガ対町田ゼルビア、試合の方、それでは、どうぞ。
2対1でサンガ勝利です。ああ、来ましたね。さて、いつも通りですね、京都新聞の方からですね、京都新聞の方、はい、ドン。はい、イスマイラデビュー弾出場5分で決勝ヘッド。こちらね、とうとうイスマイラがね、あの初出場初ゴールっていうね、もうね、衝撃的なデビューですね。 J3 から J2 に移籍してきたイスマイラ、いきなりやってくれました。いつも通りね、京都新聞の方からご紹介いたしますが、京都新聞の方からです、まずですね、2対0ですね。まず、先制点、先制点ピタウタカでしたね。前半、13分、バイス、寄り手デバイスからロングパス、そして、前線中央斜めに走り込んだウタカが相手ディフェンダーと競り合いながらもうまく体を入れ替えて右足シュート先制点を奪った。これもね、まあ、いつも通りね、あの、ヨルディデバイスから、ピーター・ウタカの、ね、ホットライン、今回も決まりましたね。もうこれがね、まず先制点、そしてね、前半41分コーナーキックからね、ちょっと町田、同点の、ゴールで1対1でまず前線は終わったところでですね、後半の、イスマイラの方が入ってきまして、そしていきなり前後半5分ですね、後半5分、中央のウタが右に展開して飯田のダイレクトクロス、飯田のクロスもすごいうまかったですね。そこから受け取ったイスマイラが頭を合わせて、勝ち越しゴール、新加入フォワード J2 デビューで先制のゴール。イスマイラがいきなりね、後半5分でね、飯田からのクロスをね、うまいことイスマイラ決めて、もうあの時衝撃のね、もう本当にね、あの後半5分いきなりね、もう入ってきたイスマイラが決めた時にね、スタジアムすっごいもう揺れましたね。もうちょっとほんまびっくりしてね、ナベッキーをね、ちょっとバックの方で見てたんですけどね、もう周りがすごいね、ちょっと、ね、まあね、あの叫んだりとかはダメなんですけどね、もう叫んで立ち上がってね、わーとか言ってね、みんなちょっとね、本当に感動の嵐でしたね。周りの観客もダメッキーもだいぶちょっと抑えてたんですけどね、ちょっとおーとか言ってしまいましたね。本当にこれほんまイスマイラデビュー弾、もうほんま決勝ヘッド決まりました。いきなりイスマイラ。はい、サンガ貯金の方ですが、ホームで買ったので1000円。それと、ピーター・ウタカ、それと、イスマイラ、フォワードは入れたので、100円かける2の200円。それと、まあ、イスマイラ一応デビュー弾ということで、ちょっと500円プラスしようかなと思って、今回第24節の、サンガ貯金の方ですけど、1000円と、700円の方入れさせいただきます。はい、次節の試合ですけど、8月18日水曜日ですかね、西京極で、天皇杯ございますね、浦和レッズとの対戦ですけど、一応ナベッキーね、ちょっと仕事が休みなので、天皇杯の方行きますので、またお会いした時よろしくお願いいたします。でね、今節もね、いろんな方とね、声かけていただいて、本当にね、ナベッキーこんなね、あのしょうもないね、あのチャンネルでね、もうおっさんが騒いでるだけなのにね、いつもね、ほんま楽しみにしていますとかね、あの本当応援していますとかね、ありがとうございます。本当にね、皆様のそういうお言葉がね、すごい明日へのやる気になるのでね、本当いつもいつも、ご視聴の方ありがとうございました。はい、長々とご視聴の方ありがとうございました。京都丸太警備チャンネルのナベッキーです。このチャンネルは京都の食レポや京都サンガのサポーターなので、京都のグルメや京都サンガの魅力的な動画をいっぱいあげますので、今のうちチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは皆様、いつご一緒にフォルチャ京都頑張れサンガ単独首位。